こんにちは、長友新平です今日は皆様からいただいたペットの写真からですねのびのびと自由な感じで描いていきたいと思いますえそれでは始めてみましょうパレットねいつもの感じですパレットまずは水彩色鉛筆で当たりを取ってみましょうか 真ん中を決めて。基礎点、基礎編ではね、あの、丸とか三角とかやってますけど、ええ、まあそういうのを踏まえた上で、より自由に、こう、手のひらで掴むような感じで、書いていくっていうのも一つです。 モデルはいますけどそのモデルにとらわれることなくその目の前の形にとらわれることなくですね心の赴くままにっていうのが絵の本当の楽しさですよねホルベイン透明水彩カドミウムレッドオレンジ 手のひらで水をつけて今度はカドミウムイエロー。 暖色系の相性のいいコンビですね。水で手を拭きながら。ここにつかないようにね。僕はあの、こういう、よく展覧会とかで描くような絵とか。たまに。似顔絵のオーダーで。もう。 お任せでみたいに言われる方なんかこういうふうにかなり崩して描くこともあります。ブリリアントピンク。ちょうどお花がね、ここに来るんで、お花の下のピンク。YouTube は本当に基礎的な。 えー、ものまをしながら、えー、レッスンしていくのもありながら、えー、逆に、僕のこういうようなね、絵を見て、まあ、何ですかね、右脳的に学ぶっていうんですかね。はい。理論的にというよりは、感覚的にちょっとなんか感じていただけたらな、っていうふうに思いながら、両方でやっていこうと思っているんです。はい。まあね、あの、お勉強ばっかりだとつまんないでしょだからこういうようなちょっとこう、 頭の体操っていうかね、そういうのも入れていこうかなと思ってるんで。黄緑ね。カドミウムグリーンベール。結構カドミウムっていうのを今結構使ってますね。カドミウムっていうのは本当に強い色で発色がいいので。おすすめ。花の位置を決めます。 えというのは、その時々の感情とか感覚とか、そういうのがすごく影響されますよね。はい、今自分がどういう気持ちなのか、そこに向き合って、ただその感情の赴くまま、流されるままに書くというよりは、何かその感情を俯瞰で見て、遠くから見てですね、その感情がどうということじゃなくて、その 力というかエネルギーっていうのを拝借して、えー、それをこうアートに昇華させるというような感じで僕は書いてます。感情を超えたものというか。 これはちなみに溶けない色鉛筆ですね。同じホルベインですが、はい。溶けないけど、結構強く色が出ます。だから、あの、ルールはないですね。溶けるもので、後々溶かす可能性のある線。溶けないもので、 もうここにピタッとしっかり存在させる線。そういうのを、えー、理論的に学んでやるっていうよりは感覚的につかんでやる。書きながらなるほどこういうものかというような感じでっていうんですかね。で結局あのー、やっぱりあのー、絵心がね、あるないっていうのを言われますが、あ 絵心って何かっていうとね、やっぱりもちろん最初から上手に描ける方は描けるかもしれないし、はい。センスっていうのは確かにあるんですが、やっぱりその、教えられた通りに描いて、それが上手に描けたというようなことが、まあセンスなのかというと、まあ僕はどうかなっていうふうに思って、はい。自分の中で、あ、これはうまくいったと。 あこれはちょっとあれだなっていうようなところが、引き出しがどれだけ通じ合ってるかというようなところ、自分との、なんていうのかな、対話というか、そういうことができているような経験が多い方は、すごく、それはすごくセンスに結びついてるんじゃないかなと思うんですね。 センスってのは要は自分だけの感覚ってことなんですね、きっと。うん。まあ、例えば、あの、こういう、なんか流行り捨てれっていうのがある中で、はい。何かそういう流行ではない自分だけのセンスっていうんですかねで。絶対それは皆さん持ってるはずで、で、それをこう引き出していくことが、 大事かなと、うん。力強さ。力を込めて。これは溶ける色鉛筆ね。溶ける色鉛筆は、えー、水で濡れてるところにもグイグかけます。 で、暖色系が多かったんで、ここで、なんかね、バランス大事だなと。寒色系を取り入れていく。オレンジと青は補色で、基本的には濁ります。濁った色になるんですけど、ところどころ、そういう、ちょっとこう、バランスを崩すような、バランスを取るのと崩すようなものを同時に、うん、そこに存在させる。 そうん、ね、<laughs> ちょっとこの子のモデルらしさをもう少し合わせていきますねここにここに耳がはいでなのでここはちょっと 背中になりますねなのでここはぼわーっとしたにじみと比べてはっきりとした筋肉と石を出すように力強く描いてあっと溶かしていくところどころ溶かして曖昧にしていく。 ここにまず鼻の塊があるね。それでここはシワですからね。あのー、そうですね。自由に描く中で、やっぱりそのモデルが持ってる神様に与えられたすごく美しい形っていうのがあるわけですね。で、それを観察して見抜かないといけないと。で、その神様に与えられた自然の美しさっていうのは、 いや黄金ででもそうですけどね、あのー、古代の人たちが解明したある程度解明されたルールがあります。うん、それをまあ風景画のレッスンとかでは教えようかなと思ってるんですがで、まあ、今垂れてるね、はい、もうお分かりでしょうけど、はい、で垂れてるこういうところこういうところ美しさってこういうところにあるような気がしませんかね。はい まあもちろんこれは人によって美しさっていうのは変わります。同じ犬を見てても飼い主が見る美しさと、えー、そうじゃない別の方が見る美しさはまた違ったりしますよね。はい、飼い主はやっぱりその生き方というか性格で見ますでしょ。で、まあその犬種としての美しさを見る人はやっぱりそのフォルムというかね、そういうところで見ますもんね。はい。で、まあ両方見れるといいかなと。 全然自分の、うーん、いつも毎日見てる子でも、本当に初めて見るようにして描く。そのためには、えー、先入感を捨てる。感情をちょっと抑えると、うん。ありのままに見るっていうところですね。さて、で、えー、いよいよ目を描きましょう。うん。あ,あ,のあえてね、目はちょっと後にしときました、えー。最後に目を入れることによって、 でここに命が吹き込まれるという意味ではえー、っと目、ね、は今日は最後に描くことにした黒でねしっかり締めましょうでこういうふうに寝かしてやるところでこっちねえー、っと黒いブチがあるんですねこの子の場合は でちょうど水に濡れてる部分はこんだけはっきり出る。んーでちょっとこうなんですかね。ただものじゃない感じってのかな。ただじゃ転ばない感じの可愛、ね、いいだけじゃないですからね。んー 黒目と白目の違いさて通常はここで白い目とまた同行っていうのを書いていきますが今回はそれもちょっとアドリブで面白くしていこうかなと白い部分は残しつつうん ここに必要な色は何だろうなブルーかなうんきれいなブルー欲しいねなんかあの動物って本当にあのなんていうかほんと達観してるというかですねうん,なんかす,すごくこう計り知れないまなざしをする時ありますよねあのー ててをこうう悟ってるような感じ、うん、愛らしい時もあれば特にね、あのー、本当に深夜とか闘病中の子とかの,その一瞬一瞬に見せる表情いろんな飼い主さんからねあの話を聞いてますけどね何かこう本当に命に向き合うってことを動物から学ぶ。 機会はすすごく多いいなーって思います僕もあのこういう動物とかね犬猫をうんとメインで描くなんて本当に思ってもなかったですから抽象画をね主に描いていて、えー、それで人の似顔絵を描き出し犬を描き出しっていうことになりましたけど何かそこにこう自分の学ぶべき姿というか 世界の成り立ち、命の成り立ちみたいなのが感じれたっていうところで続けてる。で、その中で、え何、ー、ですかね、日本を襲った災害があり、新潟から始まり、そして東日本で自分の画家としての なんですかね、テーマというか何ができるかっていうところを考えそこで一つまた人生がが変わっったのかなって感じがしま,すまあ今こういう時期ですから本当に世界全体が何か大きな試練というかそして新しい方向に向き合う何かのきっかけになるような。 ことがあるかもしれない今一番苦しい方今一番不安に思ってる方が多分一番何かを感じられてるのではないかというふうに思いますね。うん、早く事態が落ち着くことを祈りつつ落ち着いた先には新しい本当に人生というか世界それはもう本当に動植物を含めてねそういうような時代が。 来るように今、今この瞬間を一生懸命生きていかねばならないなんて思うんですね。はい、で短い記憶。 チーク、ね、んでお得意のまつげそして目に光を入れるために反射光の黄色やっぱり基礎は基礎ですごく役立ちますから。 えー、その基礎をどう応用していくかっていうのが大事ですさあこんな感じかな多くの方にねこういうような何ていうのかなゼロから何かが生み出されるような瞬間というか何かそこから皆さんの人生のゼロから何、ま、か新しいものが生み出される瞬間に 何かきっかけが与えられれば本当に言うことないですね画家として僕も,僕もまだまだですがさあうんうんサインは大事ですねやっぱりこれが今日ここで生きている印 感じでできました。それではまた。皆さん、次回さよなら。